どうやらね、この星が4つあるマーク、これは相手のウィルゲージの削りやすさらしい。だからこのガウジって技はテイクダウン中じゃなくてウィルゲージを削る段階で使った方がいいってことだ。さあ、いよいよだ。どうなる？本当にあなたなのね、ジル。クライブ。なんか戦士の顔つきになったな、ジル。生きてたのね。君も二度と会えないかと。体は大丈夫か？ええ、クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは驚いたよ。なあジル、よければ話してくれないか？なぜ鉄王国に？あの日フェニックスゲートが襲われたと聞いて間もなく鉄王国が攻めてきた。エルウィン様を失って混乱していた時よ、ロザリア軍は一方的に敗れたわ。エルウィン？そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに私は芝の力に目覚めた。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。ええ、その日から私はさらわれた人たちを盾に取られ、兵器として生きることを強いられた。君までドミナントに。え？クライブ、聞かせて。一体何があったの？この子まだ二十歳前半だよね。なんか30代ぐらいの気品がある。すべて俺がやったことだ。そんな、あなたが召喚獣になってジョシュアを。現に俺は火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手でジョシュアを。クライブ、俺はあの日の夜大好き。そうだ、あの男俺に何か。何と言ってた？見つけたぞ。何をだ？クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら、私が一緒に受け止めるから。もう妻やん。ジル、俺は。わかった。カップリング早っ。ならその服を着替えないとね。ここ私の部屋なの。盛り上がるならよそでやって。ああ、すまない。
後でね、クライブ。出発する前に支度を済ませておくか。フェニックスゲートってことはジョシアもいるぞ。なんかロサリアに行くとか言ってたよね、前回ね。なんだ、出て行くのか。ああ、ロザリアへ行くつもりだ。やることが見つかったんだな、クライブ。今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。あの人は仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうしよう。世話になった。ありがとう、ガブ。よせよ、俺は仕事をしただけさ。そんな大層な礼なんて。じゃ、元気でな、クライブ。シードのやつ、こんな時に限って出かけてやがる。戻ったらよろしく伝えてくれ。分かってるさ。レイピアだ。ごめんなさい、待たせて。よし、行こうか。ええ。ロザリア誰が統治してんだ。母ちゃんかな。うわ、すげえ綺麗なとこ。ファイナルファンタジーっぽいな。ロザリア、13年も経つのね。この風、青草の匂い、本当に久しぶりだ。一度も戻ってないの。ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように。とても抜け出せなかった。そう、それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。君と一緒に。広告属領ロザリア、広告の一部にされちゃってるわ。こっからはあれだね、ジルの氷魔法見れるのか。望郷なんか宿なのにすげえ栄えてんな。ガブ、この宿の主人は仲間だと。話を聞いてみましょう。足が壊れちまってんじゃん。もうこれ町じゃん。頼もう。水道橋を建ててた頃が恋し。若っ。あなたがこの宿のご主人ですか。かわいいお嬢さんがベアラー兵なんて連れて私に何の用だい。できればロザリアで旅をするのに安全な道を教えていただければと。その前に気をつけるんだね、お嬢さん。今のロザリアで目立つことをすれば、たとえ誰のベアラーだろうとしょっぴかれちまう。そうなりゃあんたもただじゃ済まないよ。なら、なおのこと教えてくれないか。ガブからあんたを頼れと言われた。こっち。すまなかったね。
私はこの宿の女将をやってるマーサだ。シドたちの協力者ってところさ。隠れ家にベアラー兵の新入りがいると聞いてたけど、あんたのことだね。それでどこへ行きたいって？フェニックスゲートだ。どうしても確かめたいことがある。そうかい。なら駐屯兵が少ないイーストプール方面がいいけど、そちらへ向かう橋が壊れちまってね。私らも行き来ができなくて困ってるんだ。だけど修理しようにもうちの大工が戻ってこない。全く困ったもんだよ。戻ってこないってなぜです？さあ、仕事に出て行ったきりさ。もしや途中で魔物に？だったら俺たちが迎えに行く。連れて戻り次第急ぎ橋を修理してほしい。いいとも。こっちにとってもありがたい。悪いけど頼めるかい？マーサさん、その方はどこへ？堕落の門に続く橋の点検に下の湿地へ向かったきりさ。湿地には魔物も多い。急いだ方が良さそうだ。そうしてくれると助かるよ。湿地に降りるなら門の脇にあるはしごを使うといい。うちの大工はバーナードってやつだ。無事なようならそのまま橋の修理に向かうよう伝えておくれ。お使いクエスト来たー。ありがとうよ。おかげで助かったぜ。もしや大工のバーナードさんでは？ああ、そうだが、お嬢さんたちは何者だい？マーサさんの依頼で、あなたを迎えに来ました。そいつは面倒をかけたな。橋脚の点検を終えて、一息ついてたところを魔物に絡まれたんだ。あんた方が来てくれなかったら、俺は今頃、おっちんでたよ。ご無事でよかった。やれやれ、マーサにも心配させちまったな。イーストプールへと抜ける橋を修理するようマーサさんから伝言を預かっています。おっといけねえ。さっさと直せって言われてたんだ。急いで向かうとしよう。普通にこれ10日ぐらいかかるだろ、少なく見積もっても。よし、ちゃちゃっと修理するから少しだけ待っててくれよ。私たちもイーストプールへ急いでいたものですから。帰ったばかりなのにありがとうございます。なんのなんの、助けてもらった礼だ。ありがとな、お嬢さん。あとベアラーの兄ちゃんも。俺もシドやマーサと付き合いが長い。あいつらの活動のこと少しは分かってるつもりさ。そうだったのか。俺はこのまま作業を始めるから、マーサに報告だけしておいてもらえるかい？ああ、わかった。てかこいつらの脚力ならさ、いやこれはいけだろ。ねえ、これ修理待つ必要ある？水道橋を立て、一丁上がり。二人とも戻ったんだね。バーナードは無事だったのかい？ええ、今はもうイーストプールへの橋の修理を。やれやれ、よかったよ。魔物に襲われていたが、幸い怪我はなかったようだ。北の黒の一帯が広がってるのか、ここらも最近は魔物が増えてきてね。今度からは傭兵に同行させるようにするよ。ありがとう、あんたたち。大したことはできないけど、橋の修理が終わるまでうちで少し休んでって。それじゃお言葉に甘えて。黒の一体って何なんだろう、何なんだっていうか何が原因なんだろうね。てかどんどん広がってるんじゃ、最終的にもうこの大地全てが黒の一体になっちゃうってこと？待つだけじゃ手持ち無沙汰だろ。エールでも一杯どうだい？うまくもまずくもないザンブレクさんだけど。
いや、結構。この宿場はベアダの数が少ないようだ。確かに、あまり見かけないわ、この辺りで。広告の測量になって、何かあったのか。ホーリフレムのクリスタル不足を補うためだ。何でもコートじゃドレイクヘッドからのクリスタル採掘量を削減してるって話でね。その影響で私ら民草へ配給も少なくなってたんだが、今度はクリスタルなしで労働できるベアラーまで取り上げられるようになっちまった。ザンブレク公国はベアラーをひどく扱ってきたけど、ここも属領になってからは同じさ。いやあ、シーア、男の子を産んだそうじゃないか。赤ん坊はどうしたんだい？聞いてちょうだい。恐ろしいことにベアラーだったの、おぞましいったら。ああ、なんてこと。お役人には届けたの？すぐに軍で処理してもらったわ。今日はその帰り、気が気じゃなかったんだから。何か悪いことが起こるんじゃないかって。そう、でも処理が済んだのなら一安心ね。ママ、ちゃんとした弟が欲しい。え、きっとそのうちにね。それまでいい子にできる？どう？わかった。倫理観がとんでもねえことになってるわ。信じられないかい？エルウィン様が治めていた頃のロザリアではベアラーはここまでの扱いを受けなかったものね。あ、エルウィンってパパか。でもこれが私たちの当たり前なんだよ。これを近くの修道院に届けてもらえないかい？あんたたちはあそこでしっかりと現実を見た方が良さそうだ。修道院というのは？悲しみの入り江にあるグレードモン修道院だ。あそこの院長とはちょっとした知り合いでね。マーサからの届け物だといえば通じるよ。わかった。のことは知っていたつもりだったけど、処理してもらってよかったか。ベアラーというだけで簡単に我がこと思わなくなるなんて。私たちベアラーのこと何も分かってなかったのね。そうだな。てかさ、まあ一般人はクリスタル経由しないと魔法使えなくてさ、ベアラーはまあ何もなしで使えるわけじゃん。それなのにベアラーの地位の方が下ってなんか変だよな。そこもなんかありそう。何かご用で？あいにくここでの祈りは受け付けていないのです。すみませんね。俺はオカルタは信じてねえよ。マーサさんの依頼でお届け物が。なるほど。お二人ともこちらへ。どこにしまったん、今もらったもの。消えたわ、食われた、尻に。いやだ、死にたくない。痛い痛い痛い。どうか痛み止めを。暗い、怖い、一人にしないで。ここにいますよ、大丈夫。この人たちは
マーサがこれまで買い取ってきた捨てられようとしたベアラーたちをここにかくまっているのです。彼らはもう長くはない。ここで石になって死んでいくだけ。石？うわ、本当だ。黒の正気？全身に石化が。これはベアラーが必ずたどる末路。全身が石化するまで生身のまま魔法を使うことを強いられ、動けなくなれば捨てられてしまう。私にもマーサにもこの現実を変えることはできません。だからせめて最後くらいは人らしく見取ってやりたいと。あなたの魂が幸多きものであれと心より祈っていますよ。安心を。ありがとう。こんなん精神がおかしくなってまうわ。鬱になっちまうよ、こんなとこにいたら。お薬を届けてくださって本当にありがとうございました。彼らも少しは楽に行けるでしょう。宿場へ戻ったらマーサにまた二人亡くなったと伝えてください。許せねえよ。広告に芝投入するわ。水道橋を立て。ああ、戻ったのかい。届け物をありがとう。院長からだ。また二人亡くなったと。そう、少し話そうか。どうだい、現実ってのを見た感想は。何も分かっていなかったということを今更のように思い知ったよ。ベアラーはただ少し人と違うだけだ。それなのに虫けらや化け物のように扱われる。これがおかしいって気づいた奴が動かなきゃ、いつまで経ってもイカれた当たり前のままなのさ。だからあなたはシドに協力を。大したことはしてないよ。私にできるのは彼らを買ってかくまうことだけ。じゃあ修道院にいたベアラーたちも。そう、書類の上では私の所有物だ。私の身分で手を出せるのはああいった先の短いベアラーくらいだけどね。悔しいけど。大工のバーナードから知らせがあったよ。イーストプールへの橋が修理できたそうだ。はいや。大事な用があるんだろ。気をつけておいき。まだ10分。世話になったな、マーサ。いけない、私そびれてた。こいつを見せれば私の仲間が何かと口を聞いてくれるはずさ。おお、シドからもらったやつ。用事が済んだらまたおいで。シドじゃねえわ、簡単だ。シド、
クライブ様とジル様は本当に生きていたのね。あ、知ってるんだ。お二人とも行ってらっしゃいませ。どうかどうかお気をつけて。元従者か。あれ、ドミナントが3人。え、よー、クライブ来てたのか。石化してる。その腕は。ああ、これか。長いこと戦ってきたからな。おかげで近頃は無茶もできん。まあこいつは歴戦の勇者の証ってやつだ。気にしなくていい。そうか、旅に出るんだな。世話になった。よくしていただいて感謝しています。自分たちで決めたことだ。俺たちの邪魔さえしなければそれでいい。どこへでも行っちまえ。シド。俺が昔好いてた女が難儀な生き方をしていた。お前のように。ベネディクター救ってやりたかったよ。一度は救えたつもりだったが、それも所詮は俺の独りよがりだった。シド、傲慢なんだろうな、他人を救うなんてのは。なんだかんだと言葉を重ねても結局はこっちの思いを押し付けたに過ぎない。伝わらない言葉っていうのはどんだけ発しても発していないのと同じだったってことさ。けどな、これだけは言わせてくれ。過去のお前をなかったことにするなよ。受け入れろ。自分を受け入れてやるんだ。自分を。きっとお前の生き方はこれからも難儀なんだろう。だから自分くらいは救ってやれ。お前を救えるのはお前だけなんだから。やってみるよ。ジル、あんたもいろいろあるようだが、こいつのことをよろしく頼む。ええ、わかったわ。それで最後か。うん、ばあさんのお使いはしまいだ。どやされる前に帰るぞ。じゃあな。シド絶対死ぬな。これ、ここには幼い頃将軍と来たことがある。マードック将軍はご健在だろうか。うわ、そっか、マードック将軍死んだこと知らねえんだ。お前の炎で死んだよ。随分と静かね。ああ、あの、もしやクライブ様では。よう気づいたね。私、ハンナです。マードックの家内の。覚えてない。マードック夫人。ああ、やっぱり。
面差しがあの頃のまま。クライブ様もジル様もよくそご無事でおられました。ハンナ様、あなたこそ。ジル様。お二人ともここで立ち話もなんです。大したお構いはできませんが、うちに上がっていらして。ええ、喜んで。まあ、怪しくねえな。涙流してるし。そうですか、あの日からずっと旅を。鉄王国の手から逃れるためとはいえ、はあ、幼いお二人だけで旅なんて。ありました。でも、なんとか生きてここに。こうしてまたあなたに会えたのは幸いでした。ハンナ様はずっとこちらで。ロザリスならクリスタルの加護を受けられるでしょうに、移られないのですか。この家には思い出がありますから、ひっそりと暮らせるのならそれで良いのです。移ろうにもアナベラ様は平民を受け入れないでしょう。ロザリアがザンブレクの属領になってから、アナベラ様が皇室に入られてから、すべてが変わってしまいました。ええ、そうですね。私ったら、クライブ様の前で。いいんです、おっしゃる通りですから。しかしマードク夫人、あなたは将軍の妻だ。貴族と等しい扱いを受けられるのでは。そう、ご存じないのね。夫はあの日亡くなりました。フェニックスゲートから戻らなかった。まさか将軍も。クライブ。まあ、クライブ様、お顔色が。旅の疲れでも出たのかしら。今夜だけでもどうかうちで休んでらしてね。せっかく部屋を用意してくれたのに。いや、甘えられないさ。明日の朝にはあなたの着替えも用意してくだされって。ご厚意に感謝しましょう。あれから13年だ。胸筋やば。俺は血を吐いながら生きてきた。俺はジョシアに生かされたんだ。だからあいつの仇を討つと誓った。この手で火のドミナントを殺すと。それだけが生かされた意味だと思ってた。
だが現実はどうだ。ジョシアはあやめ、将軍も多くの人も。なのにどうして俺はまだ生きてる。私も同じよ。私が戦って多くの人が犠牲になった。大切な人もたくさんたくさん。本当は私、ダルメキアとの戦で死ぬつもりだった。耐えられなかった。自分を保てなくておかしくなってしまいそうで。ねえ、子供の頃、二人で月を眺めたのを覚えてる？あの時、メティアにかけた願いは叶ったわ。抱きしめたれ。あなたは生きてる。それにはきっと意味があるのよ。え？今宙待ってたやん。なんでクライブ行かないの今。今宙待ってたじゃん。チキンかお前。クライブ。また明日。本当に助かりました。あの兵装のままじゃ悪目立ちしすぎた。こうして見ると若い頃のエルウィン様にそっくり。まさか父上のものが残っているとは。うわ、かっけえ。太后をお継ぎになる前はよく旅に出てらしたから、うちの人と一緒に記念に残していたものです。お役に立てたのなら何よりですわ。でも、良かったんですか。思い出の品だったのでしょう。お気になさらず、エルウィン様もお喜びでしょう。よく似合ってる。感謝します、ハンナ様。本当にありがとう。お世話になりました。いいえ、こちらこそ。まるで昔に戻ったようで、たとえひとときでも幸せでした。お元気で。お二人に幸多からんこと。あなたもどうか元気で。すげえ、超似合ってる。かっこいいわ。そのお姿、殿下。いや、まさか、まさかクライブ様なのですか。人違いだ。ですが、それはハンナ様が大切にされていたエルウィン殿下のお召し物。記憶力いいな。譲りになるとすれば、嫡男であられるクライブ様を置いて他に考えられませぬ。ああ、よかった。これでようやくお預かりしていたベアラーたちをお返しできる。ベアラーを返す。
イーストプールの村尾さと言ったな。先ほどの話を詳しく聞かせてくれるか。このイーストプールではロザリア公国からの命により行き場をなくしたベアラーたちを預かっておりました。彼らは13年前の戦乱、鉄王国がロザリアへ侵略した折に主を失った者たちなのです。避難民。ええ、あくまで一時的な処置ということで、ことが落ち着き次第お返しするはずだったのですが、ロザリアがザンブレクの属領となった時の混乱で決め事もうやむやに。本来なら現在のロザリアを治めている属領総督府に返還するのが筋なのでしょう。ですが公国のベアラーの扱いを見るに切り出すこともできず、こうして預かり続けていたというわけです。そういうことだったのか。そこでクライブ様、お願いがございます。どうか彼らを引き取ってはいただけませんか。でもどうするよ。彼らの中にはロズフィールド大公家に仕えていた者も多い。クライブ様が主となるのは本望でしょうから。悪いがそれはできない。今の俺には彼らを守ることなど。さようでございましたか。勝手を申しました。今の話はお忘れください。しかしぶしつけながら一つだけご慈悲を賜りたく。俺にできることなら。九段のベアラーたちの中にエルイン殿下を敬愛してやまない年寄りがおります。再び殿下を主にすることがかなわずとも、せめてクライブ様のお姿を、殿下によく似たそのお顔を見せてやっていただきたいのです。わかった、いいだろう。おお、ありがとうございます。そのベアラーはいつもは村の井戸のあたりにいます。どうかよろしくお願いいたします。なんか素材とか集めてくんねえかな、ベアラーたち。あんなところに人が。こいつか。探していたおじいさんかしら。魔物が。先に片付けるぞ。じいさんに声をかけるのはそれからだ。オッケー。わかったわ。まずは引き寄せてから浮かそうと思ったけど、あれか、攻撃すぎると逆に吹っ飛ばしちゃうのか。空中コンボ、そう考えるとちょっとむずいな。さいなら。まだ来るか。なら天性の炎で一掃する。このおじさんマジイカれてんだよな。え、本当に一掃しちゃった。また来た。ライジングフレーム、今日戦闘全然してねえな。これなまっちまうよ。やっぱりガチ部威力低いね。ウィルゲージ削るようだ。いらで、ガチで100万個くらい持ってる。びっくりしちゃうんじゃん。どうした、じいさん。ここで何をしているんだ。おお、殿下、エルウィン殿下、ようやくいらしてくださったのですね。いや、俺は。クライブ。ああ、ずいぶん待たせたようだな。ええ、待っておりました。殿下がいらしてくださるのをずっと。ああ、これでやっとロザリス城に帰れます。また殿下のお食事を作る手伝いができます。じいさん、
城に戻ることはできない。それに俺は今旅の最中なんだ。だから俺の用事が済むまでもう少しだけここで待っていてくれないか。きっと迎えに来る。待っておりますとも。いつまでもいつまでも。やべえ、これ普通に泣けるわ。かわいい、このおじいちゃん。ありがとうございました、クライブ様。それにジル様も。彼の支えはエルヴィン殿下だけ。思い出の中だけでしかもう生きていけないのです。ですがそれは我々も同じかもしれません。生きていくのにこの現実はあまりに辛すぎる。この村に黒の一帯が迫ってからというもの、作物の実りが悪くなり、村人たちは次第に去っていきました。ハンナ様が家財を売って用立ててくれた恩情にすがらなければ、残された我々は日々を暮らしていくこともできません。ベアラーたちを養いたくとも、これ以上はパン一切れすら与えることができないという状況なのです。そんなことに。俗領総督府にも陳情してみたのですが、彼らはエルヴィン殿下を敬愛する我々を対抗派と呼び、相手にすらしてもらえない有様で。シドという知人がいる。彼ならベアラーたちを受け入れてくれるはずだ。俺の用事が済んだら話をつけておく。決して悪いようにはしない。感謝いたします。クライブ様、御用向きが済んだらここに立ち寄っていただけますか。貧しい思いをさせているハンナ様の身の回りのことも含め、今後のことを相談させてください。わかった、必ず寄ろう。いってらっしゃいませ、クライブ様、ジル様。どうかお気をつけて。でもあれだな、シドの拠点そんな人入るか。別に広くねえぞあそこ。やっと着いたわ。手ほどかされてないね。13年前のままだ。時の流れから取り残されたみたい。足を踏み入れる者など誰もいない。きっとあの日のままなんだ。調べてみよう。ジョシュアじゃねえの？これは。なんてこと。うわあ！これ地獄の火炎じゃねえわ。フェニックスが死んだとこだ。こんな爆発したんだ。クレーターやん。あいつは真実を握ってる。
追うんだ。どこへ行った。隠れる場所なんて。でも従者がいないんだよね。くそ、また消えたってのか。砦だと聞いていたけど、まるで神殿のようね。ああ、君はここは初めてだったな。この場所は門なんだ。門？この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。それじゃあ、あの日ジョシュアはここで。ああ、この扉の向こうにある典型の間で儀式をするはずだった。これ開くんじゃね。これあなたも一緒に。いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。ジョシュアが儀式を執り行う間、俺たちはここで祈りを捧げて待つんだ。しかし奴はどこへ。この扉の向こう。まさかフェニックスはもういないんだぞ。おお、フェニックスの祝福。クライブ。ああ、行こう。てか、他のドミナントにないとかいないのは何なんだろう。フェニックスだけなのかな、そういうなんか他人に力を与えられるのって。おお、フェニックスゲート地下遺跡。あれはさっきと同じ仕掛けか。なんだこれ。ここは空の文明の遺跡。どこの遺跡も朽ちているのに、こんなにも形が残ったままだなんて。あ、イフリートとフェニックスが戦ってたとこか。こんなところに通じてたなんて。絶対動くじゃん。名前ガーゴイルだろ。なんだ。さあ、そもそもこいつら耐えらんねえよ、こっちの火力に。さようなら。いっぱい出てきそう。あ、終わったわ。またいる。今度はこいつらか。え、なにこの弾。ハンター。お前まさかこの真のモンスターハンターの俺の前でハンターを名乗る敵がいるとはな。そこそこ硬いわ。じゃあお前、ウィーケットホールのこのコンボ。おお、耐えた耐えた。
やるじゃん。ようやくそこそこ骨のあるやつが出てきたな。ライジングフレーム防衛システムだって。異物が動くとは。それだけじゃないわ。この遺跡自体がまだ動いているのよ。一体空の文明って何なんだ。うわ、着いたっぽいな。ガーディアン系のボスか、それともフードか。ん、今度は何なの。なんか乗ってるぞこれ。お、鉄騎士じゃん。回避。これ一旦、あー最悪外しちゃった。マジかよ。ルックスガンビットやばい。最初はいっぱい技見ないと。一振り二振り、クソハイポーション、一振り二振り、オッケーオッケー。一振り二振り、くっそー多いね、パターンが。で一旦こかして、これガウジ撃っちゃおう。この隙にガウジ結局隙ある時しか撃てねえからな。オッケー、ジャスト回避。なんかバカかけてくれてる、初めて気づいたけど、なんか今かけてたよね。チャージショット、オッケー、ジャスト回避。いやー3回か。2振り、オッケー、これで削り切る、オッケー。で最初まずガウジでヒット数稼ぐ、ライジングフレームからの転生の炎。あ、オッケー、半分削れた。1回で半分削れたなら上々。1万8000最高記録。もう次あたり2万いくな、これ。なんかあー、アトミックチャージ。え、なにこれ、急に初めての要素が。ガウジ、ライジングフェニックス、この炎、こいつの炎かよ。え、仕掛けこれ。あ、でも全然いけるわ。よし、体勢を崩した。何今の、体勢を崩した。あ、普通に崩したらいいか。これ撃っちゃっていいな、ライジングフレームで。ジャスト、あー使えないか。ルックスが見てむずいわ。一振り二振りで、ガウジで削りまくって崩す。これはちょっとライジングレーム取っとこう。やばい、今日全然ジャスト回避できねえや。ジャスト回避やると全然軽く違うから、できるだけジャスト回避したいな。あ、てかこれ空中も回避できるんだ普通に。うわー、ポーション、あ、力の癖使おう。力の癖忘れてた。でも普通にあれじゃん、あれで死ぬやん普通の攻撃で。2回クソ、かっこよく転生の炎で決めるか。ガウジ、
ルックスビットライジングフレイプ。まあまあだったな。100もアビリティポイントもらえた。早くガルーダの一番強さ覚えてよ。古代鉄。止まったか。こんなにも巨大な異物が襲いかかってくるだなんて。鉄巨人、お前も一緒に行こう。遺跡荒らしと思われてるんだろう。俺たちは侵入者だ。だとしたら奴は。ジル、あれを。なんだこれ。なんでフェニックスだけ特別なやつがあるんだろうね。他のドミナントのやつも。何かの壁画かしら。近くまで行ってみよう。あるのかね。動きすんじゃん。ならジャスト回避からのガウジでガルーダでこかして、どうしよう、これ普通に削りでいい。全然強くないぞ。運べないか。ジャスト回避こいつやりやすいわ。これもう普通に死ぬんじゃない。ここそれブリザかな。ライジングフレーム、最後の最後で訂正の炎。間に合ったろ。間に合ってるね。あ、倒しきれねえか。1万2000スレッシュ。もう一回ガウジ。ガウジスーパーマンなのが地味に強いわ。ハイポーション、あぶれ。その攻撃強いな。こかす。やばい、あれ使うの忘れちゃう。ルックスガンビット、ルックスガンビット使うよ。あーもうちくしょー、全然使いこなせねえわ。一着いい。こいつ今までに見たことのない魔物だ。異物でもない、こんなやつがいるなんて。全然まだゴールじゃねえし。どうやら行き止まりだ。フェニックス、これってじゃない。いつの時代のものかしら。ずいぶん古いけど。さあ、俺も初めて見る。イフリートにも見えるな。中央にいるのは神様ってとこか。ならここが典型の間。
火の召喚獣のドミナント、それとも、どういうことだってばよ。やめろ、ダメだ、やめろ。すまない、ジョシュ、守ってやれなくて。ジョシュアは死んだ。俺が殺した。そうやって言葉にすることで、どこかで他人事のようにこの事実を受け入れてしまえば、思い出まで消えてしまいそうで怖かった。俺は自分から逃げていたんだ。お前は受け入れられるのか。ああ、簡単なことじゃないが、やらなきゃならない。真実を知ることがジョシュアへのせめてもの償いだから。自在にイフリートになれるようになるってこと？自分の意思で。無理だ。あとそんな火力強くねえんだ今のさ。バルガンバースト、
大丈夫。あ、でもやる気じゃん、全然クソやる気。スコーチアース、まあまずガウジからだな。うわー最悪、ジャスト回避OK。ガウジ外したらデカすぎるだろ。大丈夫、これジャスト回避できないかな。いや無理か、ちょっとタイミング分かんねえ。次はいけそう、次チャレンジしよう。この時クソ好きだから、これ撃っちゃうか。転生の炎だけ取っておこう。スコーチアーシング、クソ離れんじゃねえこいつ。大丈夫、オッケー、ジャス回避。なんかミルゲージ減らねえ。あ、誰ガウシ、ちょっと、ジャスト回避オッケー。次から多分避けられるぞ。あ、でも見て、ミルゲージ半分でやっと HP もう半分ぐらいになってる。こいつもともとミルゲージの耐性が半端じゃねえんだ。次はもう何でもあれじゃん、倒すことできるじゃん。ガウシー、オッケー、バルカンバストも避けられるよ。もう避けられない。次ジャスト回避で撃つぞ。ルックスガビト、あ、できたできた、やっとできた、すごい食らった。やっぱリターンがでかいな、ルックスガビットは。大丈夫、ガウシたまんの早い。スコーシムアースももう当たらない。間違えた、ライジングフェニックス打っちゃった。でここでガウジで削り切る。これもう打っちゃうか、こっち。いや、これで決めたいぞ。転生の炎、ジョシュアの技で決めていくっていうクソエモ展開。すげえ弱かったな、回復一個も使ってなくない。俺人型と戦うのすげえ好きだからな。モルテンスラスト、え、こういうのも使えるようになるんじゃない、こいつ倒したら。違う、そろそろ新技欲しいよな。オッケー、ナイスパリーで、こかす。あ、こいつ引っ張れないか、自分自身なのに。うわ、すげえやりやすいこいつの技。ガルーダの技使えないんだ、あくまで火どっからなんだ。当たらない、当たるー、火だけで勝てるわけないだろ。あ、これイフィートのあれか、技なのか全部。
じゃ逆に全部使えるようになるんじゃない、こいつ倒したらイフリートのあれが追加されるってことじゃないの、スキルツリーが。あ、転生の方から撃ちた。前は間に合うかな。オッケー、勝った。イフリートが全然なわけだ。召喚獣モードだ、ベネディクタみたいな。なるほど、まだ足りないって言いたいのか。クライブをこの気でなってほしいな。なんだこの技、かっこいい。三連撃か、オッケー。インシネート、ここでガウジ。ウィルゲージ削りまくって、あーちくしょう無理だったか。お、なんかファイルも変わってる、2連続になってる。大丈夫、これ3連だよ。あー、分かってんのにちくしょう。あ、待って、あ、最悪できなかった。オッケー、ナイスやしばひ。いやーちくしょう、ハイポーション、次力の薬使うか。ファイル2回だよ。オッケー、中入ったらアンチだな。何これ、オッケー、ノリで避けるとガウジ。オッケー、ゴウジすごいな。でこのコンボでいい、これなら間違いない。威力が高いかわかんないけど、でルックスガンビットライジングレイブ。うわー、ディーゼローの間に合わなかった、マジかよ。ただ半分だ。あ、イベント起きない。あ、地獄の火炎だ、すごい、単体で使えるんだ。見えない、あ、全然強くないじゃん。端にいるだけで避けられる。クリムゾンラッシュ、おお、もう一回がラッシュってことは、ハンマーアンビル、ジャスト回避。うわ、これもジャスト回避いけるかなと思ったけど、でも当たんなかった。そうそう、ライジフライム、コカス、止まってる最中にガウジ打って、次ジャスト回避でルーズ、あ、エラプション、なるほど、大丈夫。ここ、あー、ダメか、できないよ。ガージも食べ直したいね。次で、次のテイクダウンで決めたい。大丈夫、オッケー。いや無理か、まあ、一旦ガージ打って、ルックスガンビットでライジングフェイレイブ1万か、こんなもんか。心配か、大丈夫、逃げたりしないさ。そうだな、一緒に行こう。受け入れろ、過去、自分の全てを。なんだこれ、己を受け入れる。あ、なった。俺
は前へ進むと決めたんだ。乗れるじゃん召喚獣モード。さ、このゲージ何？ハンバーアンビル。俺なんか昼間なくなってる。あ、すごい。なんか違う、全然違うモーションが。おもろこれ。ファイラー大丈夫。もう一回。はやっ。すごいゲームスピードは。鬼のように上がったんだけど。これまさか終わってるかな。ガウジ。あ、ガウジは炎をまとってねえわ。いやクソ。ルックスが見た。ルックスが見た。今日1回しか成功してねえよ。うわすげえ。決まるんじゃないかワンチャン。ライジングレーブ転生の炎間に合った。どうだ、削り切れないか。硬っ。超かっけえ。このムービー熱すぎだろ。もう実際にイフリートになれるようになったんだ。ファイヤーシード。なんかラスボスが体にいそう。喋りかけてきてんのラスボスだろ。クライブ、どうしたの。ジム、なんでもない、大丈夫だ。もう逃げはしない。ここに奴はいないようだ。一旦外へ出よう。まあ、その幻影がジルとかシドにも見えてたのがよくわかんねえけどな。どういうことなんだろう。
クライブ、どこか具合でも悪いの？さっきから少し変よ。君にどう伝えようか考えてた。俺は自分が火のドミナントだと分かってからも、その事実から逃げ続けていた。だけどここへ来てようやく受け入れることができたよ。フェニックスゲートを焼き尽くし、ジョシアを殺した火の召喚獣、あれは間違いなく俺だった。クライブ。いや、それだけじゃない。君やみんなの人生を狂わせた。この罪は償わなければならない。だけど知りたいんだ、なぜ火の召喚獣が2体もいるのか、なぜそれが俺に宿ったのか。そうだよね。そして消えたローブ姿の男、奴が何者か。真実が知りたい。俺が生かされた意味がそこにあるように思う。ええ、探しましょう、二人で。私も真実を知りたい。償うのはそれからだって遅くないわ。強いな、ジルは。君にはいつも励まされる。どんなに苦しくてもまっすぐに前だけを見て、昔から変わってない。中止ろ。いいえ、私は変わったわ。あの頃のままではいられない。そんなこと決して許されない。でもね、だからこそ分かり合える。ありがとう、チル。チューしろ。しなーい。おい、いるやん。なぜここに。あの時の違和感はこれだったのか。まずい、このままではヤツに。あ、ヤツってクレイブの中にいるヤツの話じゃねえんだ。ダジッボーグ。誰だ、誰が一体こんなことをしやがったんだ。ウォールドの使いによれば、シドの一味の仕業とのことで。おとなしくしていたから、見逃してやったものを。よくもあのネズミザモメが。探し出せ。苦しめて、苦しめて、苦しませ続けて、奴らを一匹残らず首に殺してやる。誰一人として逃がすな。行け、行け。ただちに。ベネディクタの生首か。
ベネディクト。いやこいつめっちゃ一途で熱い男じゃん。いや普通に好きだわ。あいつからはタイターを奪わないでおこう。お、召喚獣イフリートの力。あ、やっぱり使えるようになった。さらにクライブはリミットブレイクを習得した。己を維持したまま召喚獣の力の一部を使う反権限を行うことができる。リミットブレイク状態になると攻撃力の上昇、HP の自動回復、敵のガードを無視した攻撃になるなど、クライブの能力が大幅に強化される。リミットブレイクはリミットブレイクゲージをため、その後、L3、R+3 を押すことで発動できる。はぁ、